さんこんにちは。文系大学生という事実上のニートを謳歌してます。津山です。ケントです。ごめん、真面目に勉強してる文系の皆さんごめんなさい。それはいいとして、昔お年玉の開封動画を上げたと思うんですけど、それが結構伸びまして、そんなに、なんだろう、人がいくらお年玉もらってるかって気になるんですかね。まあ、とりあえず今年もちょっと動画にしてみようと思います。まあ、21歳なのでちょっともうお年玉もらっていい年ではないんですけど、いただきました、ありがとうございます。いや、もう親戚とかも特にね、おじいちゃんおばあちゃんからしたらね、孫っていうのはいつまで経っても可愛い孫ですから、まあ30、40までっていうか、もうおじいちゃんおばあちゃんが生きてる間はもう少なくともお年玉の方は過ぎろうと思いますので、今後ともおじいちゃんおばあちゃん長生きして、これにお年玉をください。よろしくお願いします。というわけでね、誰からいくらもらったとかそういうのを言うのはちょっとさすがに失礼極まりないので、まあ誰からいくらもらったかはもうすでにママが把握してます。なので全て中身を出して、誰からいくらもらったかは俺は分からないようにして開封していきたいと思います。一番最初シャッフルして、はい、じゃじゃん、5000円ありがとうございます。この5000円でね、もうバスでね、東京と福島を一回往復できるんですよ。次、じゃじゃん、1万円ありがとうございます。何に使おうかしらね。いやー、ガソリン代にしますか。じゃじゃん、おー、1万円どうしようかな。まあこれは食品にしましょうか。ということで次、最後、じゃじゃん、あ、すげえなこれ。2万と5000円ありがとうございます。本当に、いや、もう本当に感謝しかない、ありがとうございます本当に。今月の電気代とガス代と水道代、嘘です、全部光熱費とかママが払ってます。最終的な金額の方を、5万円ですね。すごいな、そんなに親戚に会うっていうこともね、最近どんどんなくなっちゃって、そういう人が、まあそういう親戚がいるのはありがたいことですし、まあその分ね、お年玉もらった分その借りは返していかないと、ということでお年玉開封でした。皆さんいくらもらいましたっていうか、いくらもらいましたというよりはね、何に使いたいですかっていうのが俺的には個人的にね、気になるところなので。だってみんなお年玉もらう前からさ、何に使おうかなって考えるでしょう。いや、ぜひそういうのちょっと教えていただきたいところです。ということで、お年玉開封軽くやらせていただきました。ということで、以上、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。多分来年まで大学生なので、来年までお年玉もらえるんじゃないですかね。ちょっと待って待てよ、留年しようかな。